皆さんこんにちは、かりんことしたあかりです。さあ今日はですね、10月のお気に入りやっていきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。あ、そうだ、この前さ、アットコスメで爆買いの動画出したじゃないですか。そこで買って良かったものを今日集めてる感じかも。じゃあまずはですね、今月結構スキンケア系が多いんですけど、イグニスのホワイトニングミルク2番ですね。化粧水の前に使う乳液で、まあ、すごいスーッと伸びてくれて、結構こうしっかり保湿してくれる乳液になってて、薬用美白乳液なんでホワイトニング効果があると言いますか、とにかくしっかり保湿してくれて肌がすごく柔らかくなるんですよ。ブースターみたいな感じかな。パックをする前にまずこれ塗って肌を柔らかくしてからパックしたり化粧水したりとかってすると、すごい肌がもちもちになって、私すごい乾燥肌なんで、お風呂出た瞬間なんか砂漠みたいな感じになるんですよ。だからそれを防ぐためにまずこの乳液を塗ってからパックをするようにすると肌がすごくもちもちになってすごくいい感じです。ただね、匂いがね、マジでザ化粧品っていう感じの匂いがして、なんかもうおばあちゃんのドレッサーの匂いやねんけど、そうなんかちょっと匂いきついなって感じる人はアルビオンの方がいいかもしれへんけど、私結構見た目も可愛くて好きだったのでこれ最近使ってます。で、あとスキンケア系でいくと、まあ、結構前からねすごいバズってたから知ってる人多いと思うんですけど、高見スキンピールっていう角質美容液なんですけど、こういうスポイトタイプになった美容液なんですけど、これマジで肌つるそうになる。卵ですかみたいな肌になる。本当に。使い続けてまだほんの少ししか経ってないけど、あれ違うって思った美容液でしたね。なんかこれ使った人も本当に手放せないっていうのよく聞くんですけど、私もこれは絶対リピートするなっていうぐらい肌の調子がすごく整いました。で、あとまあピーリング系で言うとね、これモノポリの剥がすパックなんですけど、なんか3回分しか入ってなくても2回やったんですけど、バストこういうなんかジェルのほっくりとしたものなんですけど、これを肌にやってだいたい15分ぐらい置くとこれが乾いてくるんですよ。で、これをペリペリペリってめくると産毛とか角栓みたいなのがもういっぱいついてて、こんなんついてんのって思うけど、まあ、すごい安いし、なんかちょっと一回試すのめっちゃいいかも。自分でめくってこう蛍光灯に当ててうわーって言ったもんってぐらいちょっとすごいの。今ちょっと15分ぐらいこの動画撮る間ここで乾かしておいて、ちょっと最後めくってみせますねはい、じゃあちょっとコスメ系いきたいなと思います。じゃあまずファンデーション、こちらヒンズのセカンドスキンファンデーションの17番のポーセリンのカラーですね。そう、なんかヒンズのファンデーションは前からすごくいいとは聞いていたんですが、本当にスーッと伸びてくれる、すごい素肌感を残してくれますね。でもまあ割とカバーしたいところはカバーできるし、肌がすごく綺麗に見えるからお気に入りかなと思います。ただめちゃめちゃ崩れにくいかっていうとそうでもないかなっていう感じ。めっちゃ崩れるってこともない。ただもう全然崩れませんとは言い切れないファンデーションでしたね。でもあの素肌感がすごい綺麗かったり、薄付きでしっかりカバーしてくれるから私のすごい好きなテクスチャーで、あと乾燥しないっていうのもこの先の季節すごくいいかなと思って使ってます。でもやっぱ私いろんなファンデーションこう試してきて思うけど、本当に崩れてきにくいっていうファンデーションって確かにこうマスクにめっちゃついたりとかはしないんですけど、結構パキッとする、すごいカバーされてる感じがするから、私はこれぐらい薄付きでうるっとする多少崩れるファンデーションの方が好きだなって最近思ってます。わかる？まだメイクして1時間経ってないけど、若干ちょっとこういう感じでちょこちょこ崩れてくるファンデーションですね、このヒンスのファンデーションはこういうなんかここに溜まってくるのよね。これでもここの辺の付き感はすごい好きだから使ってるっていう感じかな。では続いてシェーディングいこうかな。こちら指原さんプロデュースのリリーミューのシアーマットシェーディングの02番ですね。そう、こういった感じのシェーディングなんですけど、柔らかいカラーで、わかるかな、ここにちょっと塗ってみたんですけど、なんかすごいねふわっとついてくれるシェーディングで、あんまりシェーディングにこだわりなんてなかって、小さく見せてくれたらいいわと思っててんけど、あ、こうやってふわっとつけてくれることによってこうふわっと引き締まるんだなっていう、すごい自然な影を作ってくれるっていうので、めちゃくちゃいいやんと思って毎日使ってます。薄さももう完璧、もうシェーディングで場所取られるの嫌やから、これぐらい薄いとねかさばらないし、すごくいいなと思って。こう筆で塗った時に結構ラインがしっかり出てしまうシェーディングってたくさんあるじゃないですか。そうじゃなくこうふわーっとふわっとキュッと見せてくれるので、私はなんか今まで使ったシェーディングの中で一番好きだなと思ってこれ使ってます。あとハイライト、ディオールのディオールスキンフォーエバークチュールルミザイザーの02番ですね。まずパケがもう天才的に可愛いっていうのと、こういった感じのピンクっぽいハイライトなんですね。このハイライトを使うことによってなんか肌がちょっとピンクっぽくなって、ピンクフィルターをかけてくれたみたいな感じに
なります。今日鼻とかこことかこの辺にも使ってるんですけど、顔にちょっと高級感出るっていうのかな、なんかちょっと高い感じに見せてくれるからすごいいいなと思って使ってます。でこの前の爆買いの時にこれ2色買ったんですよ。で03番のカラーが結構青ラメがしっかり入ったカラーだったんですけど、これはちょっと使いにくくて、鼻とかに塗ってもなんかめっちゃキラキラするし、この辺とかに塗っても結構なんか青ラメのさ主張が激しくて結構ギラつく。私はあのイエベ春っていう感じなので、そういう意味ではやっぱ浮くってこういうことなんだなってちょっと思っちゃったな。ちょっと私の肌には合ってないのかもしれない。もしかしたらがっつりブルベっていう方には使いやすいのかもしれんけど、なんか私は結構ちょっと浮いちゃうかなって思った。まあでもなんかパーティーメイクとか、まあ、あんま行くことないんですけど、そういうパーティーにもお呼ばれしないですしとかする時とかはいいんじゃない、こういうの。あと写真映えしそうな感じはあるけど、その03番はちょっと使いにくくて、私は02番ばっかり使ってます。なんかまあ目元にキラッと入れる程度だったら可愛いのかな、うん。ハイライトつながりで言うとね、これジューシーのダイヤモンドシェルハイライターの03番サンキスっていうカラーなんですけど、これ中国コスメ、こういった感じの結構ゴールド系のハイライトなんですけど、テクスチャーがなんかすっごい柔らかくてスル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 って感じなんですね。結構しっかり密着してくれる感じ、すっごい密着度の高いハイライトで、でもすごい綺麗にキラキラーと肌を見せてくれて、いろいろハイライト使ってきた中でもすごい新しいテクスチャーのハイライトですごく気に入ってます。でそのジューシーのチークなんですけど、ソフトシェルチークの03番モーニングミストっていうカラーで、色ありますみたいな若干ピンク、私今日ちょっとこの辺にふわっとのせてんねんけど、ほぼほぼ色つかないんですよ、こんな感じで。でもなんか今日みたいにちょっとリップが濃い日とか目元が濃い日とかに、濃い日ってまあチークなしでもいいかなって思うけど、私の場合なんかここが長いなって自分の中で思ってるから、なんかここにチークのせないと顔がなんかすごい間延びするっていうのかな、だからチークをなんか薄い色でものせた方が結構顔が締まるんですよ。そういう時にすごいこういう色のチーク役に立つなと思って、そうなんかすっごい薄いパステルピンクみたいな感じやから、ちょっと肌につけると浮くのかなと思ったけど、なんかそうでもなくふわっとついてくれて綺麗だなと思って使ってます。であとこれもアットコスメで買ったやつだね、マキアージュのアイブロウなんですけど、カラーバリエーションがもうすごく豊富。これ1個持ってたら、まあ、濃い日はこの辺で仕上げて、薄い日はこの辺で仕上げたら綺麗になるなと思って、こっちのカラーは結構ふわっとついてくれないけど、ここのカラー一番端のカラーが結構ピタッと密着してくれるんですよ。だから毛が足りないとことかにこれで描くと結構しっかり埋めてくれるので好きだなと思って使ってます。っていう感じでね、結構ねアットコスメで当たりコスメが多かったので、あんだけ買ったからねよかったなと思ってます。で今してるこのメイクはちょっとさっき毎日メイク撮ったので、またこれはこれで動画出します。はい、じゃあ乾いたのでこっちのこのモモプリのやつちょっと剥がして見せていくな。綺麗に剥がれるかな、一気にペロンっていきたい、わかる、まあ、ちょっとねファンデーションとかついてたからなんかこんな感じになったけど、なんかこういう感じでさ、この辺とかにやるとさ、もうピロピロピロロってなんかいろいろ取れんねん。私すごい変な癖だなと思うんですけど、こういうの好きなんですよね。人の角栓取る動画とか、耳かきする動画とかなんか結構見ちゃうタイプで、こういうの見るとちょっとテンション上がっちゃうんですよね。でも嫌いな方本当にすいません。飛ばしてくれて大丈夫なんですけど、ね、これが楽しくて最近気に入ってるっていうお話でした。はい、という感じで今月はね、結構ね、いいなと思うコスメにたくさん出会えたので、ちょっと皆さんにご紹介させていただきました。気になったやつありましたか？そう、毎日メイクもちょっといつもと雰囲気が変わってると思うので、またすぐ動画出すので待っててください。はい、ということで今日も動画見てくれてありがとうございました、この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんこと吉田あかりでした。